一郎テレビのコメンテーターがイチローのバットを箸に例えた発言をしたところアジアの食文化に対する差別発言だと抗議が殺到した松坂大輔投手コーチが松坂の通訳を務める日系アメリカ人をチャイナマンと呼んだこのことが地元紙で報じられると人種差別発言として問題化チャイナマンとは中国人中華民族漢民族を指す呼び方 本来は別称ではないが、現在では、差別的な意味合いを帯びる場合がある。後に謝罪。松坂は、誰もが謝りをする。深く掘り返すつもりはないとコメント。黒田弘樹、審判から侮辱とも取れる言葉を浴びせられた。試合後の黒田によれば、球審は、判定ミスはあの1球だけだろと誤審をほのめかした。日本人選手は、メジャーの審判の格好のターゲットにされ、 ダルビッシュ有完全試合目前の好投を見せたダルビッシュ有に実況アナウンサーが差別的な発言をしていた批判が集中したことから謝罪コメントを発表サッカー選手中村俊輔中村がセリエ A のレジーナに移籍した2年目のシーズンだと覚えているが当時の監督から名指しでいじめられた時期がある 人種的な差別発言を受けながらも、耐えた。中村が、俺の犬を食ったと、ライバルチームのサポーターが横断幕を掲げたり合唱したりした。中村自身も、人種差別があるから、実力があっても、日本人が、チャンスをなかなかつかめないと話す。長谷部誠、ジョークがきつい。目が細いとか、黄色と呼ばれたりすることがあると、外見上の際に触れられ、不快に感じたという。 川島 A. 明東日本大震災後、ベルギーでの試合中に、相手チームのサポーターから、川島、福島、という福島第一原発事故を揶揄したヤジを浴びせられた。三浦知良、ブラジル時代、カズがユニフォームを着てピッチに立っているだけで、おい、日本人がサッカーをやろうとしているぞと笑われた。練習試合や紅白戦で、自分だけパスがもらえないことも珍しくなかった。カズは このような偏見とも戦わなければならなかった。